復縁のおまじない先々週別れた彼女から呼び出され昨日会ってきた呼び出されたファミレスには元カノと知らない女元カノは一週間やそこらでこんなにと驚くほど痩せこけ青い顔隣の女は なんかアジアンな服を着た眼鏡っ子で向かいに座った俺をにらみつけていた「復縁話まさか子供できたとか言わないよな」とか考えながら話を待つぶっちゃけ復縁する気は全くなかった別れた原因は俺の浮気なんだけど俺が別れを決断した最大の理由は 浮気を知っったた元カノのメンヘラな行動が怖かったからだ浮気相手に呪いの手紙を何十枚も送りつけ俺の気持ちが返ってくる儀式を行い恋人同士なのにストーキングされたレジカメでブログネタを撮影しようとした時偶然映り込んだ赤外線盗撮カメラを発見し別れを決断した。 話が始まらないのでドリンクバーからコーヒーを持ってくると意を消したように元カノが口を開いたもう私に呪いをかけるのやめてください絶句した呪いなんかかけてねえってだまり込む元カノに業を煮やしたのか隣の女が話し始めた。 なんか自分用語とか多くって分かりづらかったがようやくするとこうだ俺と別れてから証拠りもなく復縁のおまじないとかやってたらしいそしたらある日の朝方部屋にやばい霊が数体現れた水晶とあらじを青春でのお清めで退けたがそれからいろいろな霊が入れ替わり立ち替わり現れるんで怖いし眠れない もう復縁しなくていいから呪いを解いてほしいそんなことを切々と語られたよ俺は呪いなんかかけてないしそもそもかけ方も知らないと何度説明しても納得してくれない結局話し合いは平行線で帰宅した帰宅後 なんとなく元カノがやってた復縁のおまじないが気になりググってみたら頭痛くなった元カノのおまじないはいかのようなもの1俺との思い出のぬいぐるみを切り綿を抜き米を詰める2そこに俺と元カノの髪の毛を入れる運命の赤い糸で縫う 3青春を満たした洗面器に浸しぬいぐるみに向かって「俺の名前を言って帰ってきて」と何度も言う4最後にぬいぐるみのハートにペーパーナイフを刺すそんな感じこれってちょっと違うけど一人かくれんぼだよね。 一応元カノにメールで一人かくれんぼのやめ方は教えた <laughs> なんかすっげえ怖かった